東の空に消えた晩神とオメガ、果たして帝国はどう動くのか。おっと、すまない、ついつい考え込んでしまってね。そろそろバエサルの頂上に向かった同盟軍から連絡が来る頃合いだと思うのだが。冒険者さん、アルフィノさん、来ました。エオルゼア同盟軍の伝令さんが暁宛てのお手紙を持っていらっしゃいました。来たか、タタル。すまないが、みんなを暁の間に集めてくれ。書簡を読み、対応を協議したい。了解です。つい先ほど届いた書簡によると、ラウバーン局長率いるエオルゼア同盟軍が無事にバエサルの頂上の確保に成功したとのことだ。初手はうまくいったようね。それで例の晩神とオメガについては、現時点ではどちらの消息も判明していないそうだ。これから本格的な捜索を開始すると書いてある。そしてもう一つ、我々暁の決命に対する協力要請が記されている。協力要請？ああ、先ほども説明した通り、エオルゼア同盟軍はバエサルの頂上を押さえた。これが意味することといえば、バエサルの頂上は晩神に汚染された地域であるエオルゼアを封じ込めるために作られた防壁。これを抑えたということは、帝国軍の進行ルートを遮る壁を手にしたということ。そして、これはアラミゴ奪還のための進軍ルートにもなりうる。その通り。だが、エオルゼア同盟軍としては、自分たちが侵略者になるつもりはないそうだ。それってつまり、アラミゴ奪還に協力する気はないってこと？おっと、結論を急がないでくれたまえ。エオルゼアから帝国軍を追い出したいという点において、同盟に参加する4国全ての思惑は一致している。だが、そのためにアラミゴ領であるギラバニアに軍を進めるには、地元の住民たちの同意と協力を前提としたいということだ。なるほど。そこで私たちに協力を要請しようというのね。アラミゴ解放軍と連携するための仲介役を頼みたいといったところかしら。ご明察。暁にはというよりも、リセ、君にはアラミゴ解放軍との個人的なつながりがある。アラミゴの人々とエオルゼア同盟軍とを結びつけ、ガレマール帝国に対する共同戦線を構築する。この役目引き受けてもいいね。もちろん全力でやらせてもらうわ。よし、それじゃあリセを中心にギラバニアに向かう者の人選を進めるとしよう。もちろん私も参加するつもりだが。絶対に大きな戦いになる。だから君、いえ、あなたにも同行してもらいたいの。この申し出受けてもらえるかな。ありがとう、心強いよ。まだまだ未熟だから迷惑をかけることもあると思うけど、この旅で
あなたから何かを学びたいとも思ってるんだ。私も行くわ。リセの言う通り、激しい戦闘が予想される。そうなれば、癒し手は一人でも多い方がいいもの。そうね、私も同行させてもらうわ。言うまでもないけど、私もついていくわよ。でも、基地の蛮神やアシエンの脅威に備えて残る人も必要ね。ウリエンジェ、頼んでもいい？承知しました。元より蛮神とアシエンに対する備えは我が役目。砂の家にて己が務めを果たしましょう。なら俺も居残り組だな。ウリエンジェ一人では手に余る事態もあるだろう。お前たちが存分に暴れられるよう背後を守らせてもらうぜ。助かるよ二人とも。ではギラバニアに向かう者は準備を整え表に集合してくれ。出発の準備は整ったかい？それじゃあタタル、すまないが石の家のことは任せたよ。はいです。皆さんの留守はこのタタルががっちり守ってみせます。アルフィノさん、冒険者さん、どうかお気をつけて。ヤシトラ殿から聞いたが、ついにギラバニアに向かわれるそうだな。ええ、エオルゼア同盟軍からの要請で現地の反帝国組織との仲介役を担うことになりました。帝国との対決、私も参じたいところだが、すまない、我らはドマに帰らねばならぬ。何を詫びる必要がありましょう。夕霧殿には幾度も助けられてきました。そのような恩人に責める言葉など。かたじけない。しかし最初に助けてくれたのはアルフィノ殿と英雄殿だ。故郷を追われ逃れてきたドマの民を救うため、貴殿らが奔走してくれなければ我らは全滅していただろう。この体温、決して忘れはしない。いろいろとあったものです、本当に。しかし、いよいよ戻ることができるのですね。ああ、この地に根付いた同胞たちの安全を確保せんと先延ばしにしてきたが、主のもとに馳せ参じる時が来たのだ。必ずや主と共にドマを取り戻してみせよう。そっか、そうだよね。故郷を取り戻す、帝国の手から。うん、戦う場所は異なれども我らの気持ちは一つ。陽の東西にて反撃の狼煙を上げ、憎き帝国の者どもに一泡も二泡も吹かせてやろうではないか。夕霧、豪雪、こっちも頑張るから二人も気をつけてね。アラミゴとドマが平和になったらまた会おう。約束だよ。もちろんだ。では、ごめん。
エオルゼア同盟軍からの協力要請を受けて、光の戦士と私たちはギラバニアの辺境地帯に足を踏み入れた。蛮神に汚染された忌まわしき地エオルゼアと帝国領土とを分け隔てる巨大防壁バエサルの頂上、この漆黒の壁を踏み越えた時から新たな物語が始まった。紅蓮の炎に照らされた戦いの物語。